さつまいもの甘煮の作り方です。さつまいもは皮のまま乱切りにして、煮る前にお水、ひたひたのお水に浸した状態で30分ほど置いてください。こうすることで煮崩れが少なくなります。沸騰したらお砂糖を入れます。そして落とし蓋、落とし蓋をして煮汁が少なくなるまで煮ていきましょう。煮る前に30分ほどお水の中につけておいたので、全く煮崩れがしていません。煮汁を煮詰めれば煮詰めるほど甘みが増してきますので、お好みで調整してください。器に盛ってさつまいもの甘煮完成です。おやつにもおすすめです。